試合を破る。ご存知エンドレスファイター六車拓也、地元森口でこれまた初めての世界挑戦であります。一歩一歩着実に経験を重ね、ジュニアフェザーの日本タイトルを7度防衛の後、目標は世界1本、それも狙うはジュニアフェザーでなく黄金のバンタム。たった一つの黒星の後、見事よみがえって6連勝、しかもその全てがノックアウト勝ち、現在世界の6位にランクされております。この森口市民体育館は昭和59年秋のオープンで収容人員が4600、今日も超満員に膨れ上がりました。世界6位、地元森口の六車拓也がパナマから世界2位のアサエル・モランを迎えての WBA 世界バンタム級タイトルマッチ。放送席のお二人、とりあえずお名前だけご紹介しておきます。おなじみの八百田貞夫さんです。よろしくお願いします。それから六車の兄弟子、前世界ジュニアバンタム級チャンピオン渡辺二郎さんです。よろしくお願いします。ただいまより、お話は後ほど伺います。両選手の紹介です。メインイベント WBA 世界バンタム級タイトルマッチ15回戦を行います。赤コーナー、 WBA 世界バンタム級第2位、118パンのパナマ所属、アサエル・モラン。青コーナー、 WBA 世界バンタム級第6位、118パンの大阪体験事務所属、ムグリマ・アクヤ。ジャッジ、ミスター・プリオ・ゴルダン、フロム・ベネズエラ。同じくジャッジ、ミスター・ルイス・モレン、現在レフェリージャッジの紹介が行われておりますが、ここでテレビをご覧の皆様に一言お断り申し上げておきます。 WBA バンタム級チャンピオンのピナンゴ、健康上の理由で突然引退を表明しまして、タイトルマッチの開催が危ぶまれましたが、対戦相手を今日リングに登場しておりますパナマのモランとして、 WBA チャンピオンシップ委員会は今日の試合を世界タイトルマッチとして承認、日本ボクシングコミッションに伝えてまいりました。なおこの後、勝者は世界1位との試合を義務付けられております。一言お断り申し上げておきます。さて、まもなくゴングということなんですが、一言ずつこの見どころを伺いたいんですが、まず八百田さんから。そうですね、六車君は、むやみに、攻撃を仕掛けないということね、はい、これが一番じゃないかなと思いますね、はい、意外とあのカウンター戦法できますから、はい、その辺は十分注意するようにということですね。兄弟子から一言。やはりあの六車のファイタータイプとモランのボクサータイプですね、はい、あのどちらがペースを取るかどうかです。はい、共に紺のトランクスですが、スパンコールがついているのがこの地元森口の六車拓也、世界の6位。それから、やや長めのトランクスにテレビでは見えるかと思うんですが、これがパナマからやってまいりましたモランでやります。現在世界の第2位。第1ラウンド早くも始まっております。それから今日はメキシコ製の8オンスのグラブを使います両選手。なお計量はこれも異例のことでありますが、昨日の夜7時から行われました。両選手とも1回でパスしております。さあまず立ち上がりですが、この硬さという点では八百田さんどうでしょう。もう少しね、ムグラムがちょっと硬いですね。ムグラムが硬い、もう少しね、はい、柔らかくてもいいんじゃないかな、はい、まあ、いつもよりは逆にいいかもしれないですよ、はい。それから体重ですが、普段ジュニアフェザーで戦ってきたムグルマが今日はバンタムウェイトと 1.8 キロ落としての試合なんですが、これはやはり八田さんに伺いましょうか、はい、練習を見た限りでは非常にいいスピードを持っておりましたしね、連打攻撃が良かったですね、はい、今のはナックル当たってないですからね、はい、しかし今度はまたムグルマがいい攻撃を見せました。モランの場合はいきなり見せる右にやはり一発のパンチを秘めているようですね、ストレートみたいなフックみたいなやつですね、はい、その後必ず左のアッパーが来ますからね、はい、今日のレフェリーでありますがアメリカのロサンゼルスからやってまいりましたラリー・ロザリオさん。
このロザリオさんといいますと渡辺さんがあのペドロサですね、これもパナマの選手なんですが、あっと今左必殺の左フックムグルマ、あの渡辺さんがタイトルを取った時のレフェリーと聞いてますが、はい、そうです。しかも相手がパナマの選手ということで、なんか因縁出てますね、これは。そうですね、まあ、僕はいいと思います。はい、はい、それからもう一つ、まあ、最近3試合は韓国の選手とやっているムグルマですが、中南米の選手はやはり独特のものを持っているので注意した方がいい、こういうことをあの渡辺さんおっしゃってましたが、この辺は具体的に言いますとどういうことなんでしょうか。そうですね、彼はボクサーでね、非常にあのリズムのいいボクサーだと思うんですけど、今、ムグルマのクロスの右が効いて、ちょっと効いてると思います。はい、はい、かなりあの八幡さん打たれるのは嫌がってる選手ですね、はい、この選手は。さあじりじりと距離を詰めます。ちょっとスイッチしましたムグルマですが、また元のオーソドックススタイルに戻っています。第1ラウンド右を振りますが、まだ的確には当たっていません。この怖いモランの右でやります。ムグルマはご承知のように左のフック、さあ右が当たりました。これは縁起か、おっと突っ込んでいくところを右でダブルボディを打ちますモラン。まあ、公開練習ではあまりボディーブローはねモラン見せてなかったんですが、はい、そうですね、今度は左を軽く覗かせます。そして右ですが、これはまた空振りモラン、あっと右のアッパーだ、右のアッパー、ちょっとムグルマ顔面が赤くなったか。ここで第1ラウンド終了。さあ採点ですが10対10、八幡さんの採点では差がついておりません。右にムグルマ、そして左にモランとご覧いただいております。まあ10対10と差はつかなかったんですが、この第1ラウンドですね、まあスロービデオを見ながら両選手の目についたいいところを挙げますと、八幡さん、ムグルマではどういうところが良かったですか。右の服ですね、はい、それからモランの場合やはり右のアッパーが良かったですね。はい、お互いにそういういいパンチを見せ合いまして1ラウンド終了しています。差はついていません。第2ラウンドです。それから渡辺さんもちょうど去年の今頃でしたよね、ヒルベルト・ローマンと戦った試合で前の日に計量だったでしょう。はい、これはどうだったですか。結果的には良かったですか。やはり僕の場合は良かったですね。はい、はい、ムグルマは初めてこんなやっぱり世界の壁のパンチの重さというのが今体で覚えてるでしょうね。なるほどね、やっぱり非常に重いパンチを持ってますね。はい、ちょっと今のところではパンチをもらっているという、まあ、いやもらってないんですけどね、はい、非常にブロックするパンチがね、重さを身に染みて感じている、はい、ということでしょうかね。さあロープコーナーに詰めますムグルマです。左は空振り、ちょっと大振りだ、必殺の左、これは当たった、今度は当たりました。しかし下がりながら今左のダブルを見せましたねモランが。またコーナーに詰めようというムグルマであります。下がりながらの左です。モラン、まだ体重を乗せていきなり振るってくる右は的確に当たっていません。じりじりと距離を詰めるムグルマ、またコーナーを背にしているのがモランです。かなり荒いパンチではありますが、モランも手数をよく出しています。公開練習を見た時の渡辺さんですがね、非常にクレバーなボクサーだけれども、はい、時差とか疲れの関係でまだスピードがないという話をされたんですが、今日はどうですか。今日はね、思ったより、ファイターですね。あ、なるほど、ちょっとじりじり触ってますけどね。ちょっと話が出ましたムグルマ、はい、重いパンチ振ってますね。なるほどね、はい、あっとまた右ですが、これはちょっとオープンブローの君、いきなり右から入ろうというムグルマです。ちょっと振りが大振り、またスイッチという感じのムグルマですが、あっとこれは左のアッパー、もう一発、モランの場合は下がりながら打っています。さあ今度は左が当たったぞ、ムグルマの左、さらに右です。モランがどんどん下がります。これを追い詰めようというムグルマ。ムグルマは世界の6位、モランは世界の2位です。さあ第2ラウンド、今度は抱きついていったのがモランであります。第2ラウンドあまり時間がなくなりましたが、あーっとちょっと振りが大きいムグルマ。ここで第2ラウンド終了であります。このラウンドも10対10、
八幡さんの採点まだ差が出ておりません。アサエル・モラン、地球の反対側パナマからやってまいりました。さあ1ラウンド2ラウンドと見てきて渡辺さん、まあ、あのモランですがね、はい、公開練習なんかで見てたのとこの辺が違うなという感じがあるとすればどの辺ですか。意外と踏ん張って打ってますね。踏ん張って、はい、意外とあの思い切ったパンチをね、重いパンチ打ってますね、はいはーはーはい、この辺がじゃあ見せてなかった秘密兵器といいますか、やはりちょっと力んでるんかもしれませんね。あ、そうですか、はいはい、第3ラウンドが始まっていますが、いつもロープあるいはコーナーを背にして戦うモランに対しまして、これをじりじりと詰めていく感じでムグルマが戦っています。八幡さんの採点ではまだ差が出ていないんですが、塩田さん、はいはい、ムグルマコーナーなんですが、はい、どうぞ。とにかく相手に打てる位置に行ってから打てと、はい、距離が自分の距離じゃなってないと、はい、いうようなことを言ってますね、はい、落ち着いていけ、ゆとりはあるぞと言ってます、はい。青コーナー、ムグルマコーナーから梅田レポーターの報告がありましたが、その間に激しい打ち合いがありました。お互いに相手のパンチの強さというのはもう1ラウンド2ラウンド戦っておりますのでかなり分かってきたと思います。放送陣の塩田さん、はいはい、赤コーナーモランのコーナーなんですが、はい、どうぞ。1ラウンドからですね、距離を取ってもっとジャブを使え、もっと足を使え、こういう指示が出ています、はい、それから1ラウンドではこのモランに対してチョリーと相性なんですが、そう呼んでいたんですが、2ラウンドからおいチャンピオン、おいチャンピオンと呼んでいます。なるほどね、まあ、あのチャンピオンベルトを見た昨日の記者会見でも、あのチャンピオンベルトは俺のサイズにぴったりできていると豪語していたモランでありますが、コーナーでももうチャンピオン、チャンピオンと、セコンド陣が呼んでいるそうです。かなりこのラウンドは前半に激しい打ち合いがありましたが、あの前半の打ち合いは岩田さんどうご覧になりました。部はどちらにあったんですか。いや、五分と五分と見たですね。五分ですか、はい、それとね、ちょっと違うなと思ったのは、練習と違うのはね、左のジャブが多いですね。なるほどね、それだけね、小倉君が攻めにくくなってますね。ああ、そうですか、はい、うん、あのいきなり払う右も怖いんですが、練習では見せなかった左のジャブでちょっとムグルマの突進を阻んでいるという。それとね、はい、モラン選手はね、ちょっと汗をかきすぎた、ね、はい、2ラウンドあたりからね、だいぶ汗かいてますからね、はい、あっと、やはり右は強烈です。しかしムグルマのパンチも当たっている。あっと、これも強烈、左ちょっと腰がガクッと折れました。モラン、おっと、また当たっている。モランのパンチも当たっている。そしてモランの方から抱きついていきました。今見せた左があまり練習では見せなかったパンチです。ダッキングしてまた左から起き上がりざまを打とうというモラン。右は当たった、ムグルマの右だ。激しい打ち合いです。ロープを背にしているのがモラン。第3ラウンドは打ち合いのラウンド。右目が赤くなったモラン、それから鼻血を出しているムグルマ。ここで第3ラウンド終了。このラウンドは10対9、モランが取った八幡さんの採点です。第3ラウンドの攻防、八幡さんはどういうところに差をつけましたか。しかし、ね、このね、打ち合いの瞬間がね、ちょっと大振りなんですよね、はい、それと顎が上がるでしょ、はい、みんな右往復をね、振ってるんですよね、はい、この辺がね、随分損してるんじゃないかなと思いますね、はい、今初めのビデオで、ムグルマの顎を捉えた右のアッパー気味のフック、これがやはりモランの武器であります。しかしムグルマも前に出ている方の手、左のフックに強烈なパンチ力を秘めておりまして、これがいつ炸裂するか、まあ、3ラウンドまで見てきて今この時点でアドバイスがあるとすれば、やはりね、僕は顎を引くことだと思いますね。顎を引くこと、はい、ちょっと顎を出していきますからね、はい、これは気をつけなきゃいけないんですよね、はい、渡辺さんから何かアドバイスがあるとすれば。そうですね、ちょっと一本調子にね、前進しすぎですね。もっとフェイントしたり、はい、あの入るときにもっと、鋭い入り方をね、はい、ちょっとあの変化をつけた、インサイドワークをしてほしいですね、はい、言ったら突っ込んでほしいです、はい、ちょっとあのワンパターンですね、入り方が、去年の5月にあのアメリカ行ってから覚えたボディーブローですがね、これがまあ最近の試合で非常にあのいい効果を見せていたムグルマですが、これは岩田さんどうですか、今出てますか。いや、お、今これですよね、今のアッパーね、これがいいんですよね、はい、ちょっ
っと後ろへ吹っ飛んだ感じになりましたモランです。左のフックムグルマ、それからジュニアフェザーから 1.8 キロ落とした今日のバンタムのリングですが、この減量の影響はないですね。これありませんか？関係ないですね、はい。そういえばフェザー級でスタートしたムグルマ、フェザー級で新人王になりました。ジュニアフェザー級で日本のチャンピオンになりました。そして今日はバンタム級のウェイト 53.52 キロで戦っています。これはね、ムグルマ君がうまく攻めてるのはね、じわ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 攻めてるでしょ、はい、で逃げるようにして動いてますよね、はい、モランの方がね、だから圧迫感はおそらく感じてると思うんですよね。はまあ、去年の4月に行われたパナマでの試合ビデオテープで見た、それから公開練習でも見たんですが、このモランという選手あまりあのホールドとか、ね、クリンチがない選手ですが、はい、今日はかなり今日は、ホールド多いですね。してますね、はい、特に右の肘でもってグッと相手の左をね、はい、押さえつけますね。これかなり効いてるんでしょうね。これは、おそらくそうでしょうね、はい、確かに打たれるのは嫌なタイプの選手と見たこのモランですが、1ラウンドから3ラウンドの激しい打ち合いの中でかなりまた左が当たった。青のコーナーを背にしている。さあいい攻撃、ムグルマがいい攻撃だ。あっと今度はしかし下がりながらの右、このモランの右いきなり出てきます。またアッパー、ムグルマも不用意に攻めてはいけません。右のストレートはムグルマです。当たった、左が当たった、また当たった、3発当たりました。左背中を丸めました。ムグルマ猛攻、地元森口のファンの声援を受けてムグルマ猛攻、また右が当たった、赤のコーナーを背にしているモラン、ここでドンドン、さあ膝を折りました。モランゴングの後ですが膝を折りました。10対9、このラウンドムグルマが取っております。さあご覧ください、ゴングが鳴った後ガクッと膝をつきましたモラン。ムグルマ猛攻を見せた第4ラウンド、ビデオテープでご覧いただいております。さあ第5ラウンド、ゴングが鳴りました。モラン出ない、モラン出る、ようやく出ました。しかしちょっと弱気だ、ちょっと弱気だ、ムグルマチャンスだ。これでじっくり攻めることね。そうですね、はい、またコーナーを背にしていますモランです。動けないですね。そうですね、はい、もう足が完全にベタ足という格好になってしまいました。じっと相手を見ています。また右が当たりました。左も当たった、ムグルマの右も左も当たっています。また自分のコーナーを背にしている。ほらこれはボディから攻めたいですね。あ、そうですか、はい、練習では上下打ちを見せたムグルマですが、さあしかし猛攻ラッシュ、ムグルマラッシュ、ムグルマラッシュ、完全にロープを背にしています。攻撃の手を休めません。モランは下がる一方だ。右が当たった、右が当たった、下がりながらのパンチはそれほど効いていませんモラン。今度はニュートラルコーナー、モランが完全に足を止めました。ムグルマ攻める、ムグルマ攻める、また当たった、左も右も当たっている。ようやく右を見せましたがこれも浅いモラン。ムグルマの猛攻が続いています。今度はボディ、さらに顔面、また膝を折りかけました。もう立っているのが精一杯、右も当たった、しかし下がりながらのモラン、まだムグルマ攻めます。左でボディ、ダブルからトリプル、ほとんどもう足が動かなくなりましたモランであります。地球の反対側からシャンピオンベルトを取りに来たというモランでありますが、ムグルマ猛攻の前に足が完全に止まりました。まだ試合は第5ラウンド、おっと膝を折った、ダウン、ダウンです、モランダウン。膝を折ったままファイティングポーズは取れません。立ち上がったがファイティングポーズはどうだ、立ち上がりました、
立ち上がりました。しかしムグルマ猛攻、もう逃げる一方だ。左が当たった、ダウン、2回目、2回目のダウン。このラウンドあと1回ダウンがありますとノックアウト勝ち。まだカウントが続いているが立てない、ノックアウト。森口から新チャンピオン誕生。地元森口に関西では2人目、この放送席の渡辺さんに続いて関西で2人目のチャンピオンが誕生しました。しかも黄金のバンタムのチャンピオンであります。ノックアウトタイム5ラウンド2分50秒。ご覧ください、この笑顔。5ラウンド2分50秒ムグルマ選手のノックアウトが決まります。認定賞の授与を行います。認定賞、デビューから6年、ムグルマ拓哉ドロー、あなたは念願の世界チャンピオンの座に今ムグルマ拓哉つきました。現役では帝拳の浜田に次いで2人目、日本で25人目の新チャンピオンが今誕生いたしました。コミッショナーによる認定書の授与であります。さあこれから肩車、新チャンピオンが大久保トレーナーに抱きかかえられ、そして今小坂コミッショナー、勝ちましたムグルマ選手へ勝利者賞、レフェリーの野田亮さんに堂々と今両手を挙げられました。取締役社長に贈られます。勝利者賞の授与であります。株式会社永谷園本舗の取締役副社長永谷総司さんから勝利者賞が今贈られます。あ、お父さんが映ってます。大阪の旭区から昭和57年にこの森口市に移り住みましたムグルマ選手の本当に嬉しそうなお父さん、54歳、高橋さんとおっしゃるんですが、あ、本当に嬉しそうなお父さんの表情が今カメラで捉えられております。正式のノックアウトタイム、今ちょっと影になっているのがお父さんです。5ラウンド2分50秒ノックアウトは5ラウンド2分50秒これが正式のタイムであります。今思わず吉井会長が放送席まで来て握手であります。本当に嬉しい新チャンピオンの誕生であります。さらに関西テレビ放送常務取締役上田充からも勝利者賞が贈られまして、その勝利の盾を高々と両手に差し上げました新チャンピオン浜田に次いで現役2人目、日本で25人目のチャンピオンであります。しかも昭和40年あの原田がファイティング原田がエデル・ジョフレに勝って以来の黄金のバンタムのチャンピオンが今誕生いたしました。ムグルマ選手現在WBA の新しいチャンピオンベルトを腰に巻いておりますが、これはあの引退したピナンゴがはめていたベルトではありませんで、新調されたベルトであります。どうやらインタビューの用意ができたようです。梅田アナウンサーがインタビューいたします。世界の若武者チャンピオンムグルマ拓哉選手です。どうもありがとうございました。ベルトは重いでしょう。重いです。最高に嬉しいです。今モラン選手が来ました。地元森口の方々に、そしてテレビをご覧の皆さんに、はい、今の気持ちを、皆さんの期待に応えることができて本当に嬉しいです。
最高の幸せです。ここまで長かったですか？長くようで早かったですね。タイトルマッチが決まってからできるというふうになってからね、ものすごくなんか早かったし、もう毎日が充実してました。今回のタイトルマッチにあたってはいろいろありました。はい、苦しい時もありましたけど、でも会長をはじめ経験の社長ひろしさんのおかげで、このタイトルマッチ、まだ関西テレビの方のおかげでタイトルマッチができて、まだそれに応えることができて本当に嬉しいです。どうもほんまにありがとうございました。お父さんも見てますよ。お父さん、わかりますか？お父さん、あ、やったねと言いたいです。これからは日本の若武者じゃなくて世界の六車拓哉になるわけです。はいはい、また明日に向かって頑張りたいと思います。絶対このタイトルを離さないよう一生懸命死に物狂いで頑張りたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。それでは皆さん、もう一度六車拓哉選手に温かい拍手をお願いします。チャンピオンになりました六車選手の栄誉を与えまして、日本国歌吹奏を行います。どうもありがとうございました。ご着席ください。まもなく新チャンピオンがこの放送席へ、やってまいります。まあ、その間にもうちょっとアナウンサー喋りすぎました。八百田さんにも渡辺さんにもお話を伺う機会が、なくなりまして申し訳ありません。八百田さん、はい、改めて、まあ、今の5ラウンドまで振り返ってください。ね、はい、何しろね、モランの攻撃があってもね、何クソっていう前へ前へ出ていったね、はい、もう相手に圧力をどん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 かけさせていくと、はい、相手の攻撃に負けない、それ以上の上回った攻撃をしたということでしょうね。はい、それとモランの成績を見ますとね、はい、4年前これデビューした年なんですが、六車選手がやってくれました、やってきてくれました。4回戦当時に一度 TKO 負けがあるだけで、はい、あとはずっと KO 負けのない選手なんですが、そうですね、やはり八幡さんがおっしゃってなんか打たれるとなんか一変に弱気になりましたね。弱気になりますね。はい、どちらかというと消極的になるということね。その辺をうまくついたですよね。はい、ですからね、攻撃させ、攻撃が来てもすぐそのまんまね、追いかけていくというようなね、この攻撃戦法が良かったんじゃないですかね。さあ、まず兄弟子の渡辺さんから直に弟弟子の六車さんにお祝いの言葉。おめでとう。どうもありがとうございます。僕は本当にね、もう六車のペースで、ね、やはり六車の根性がやっぱり勝利を生んだと思います。やはり相手非常にパンチもあったし、足もねちょっとあれ使いかけて相手のリズムかなと思ってましたけどね、それ以上に六車は突っ込んできましたからね。ですから六車の根性が勝ったと思います。そうですか。はい、さあ、改めてこうして自分の試合ぶりビデオで見ますと、六車さん、まあ、こうなりますとね、もうどのパンチがどうということはないんでね、もうラッシュラッシュなんですが、このパンチが一番効いたなと今でもこう手に残ってるパンチなんですか？ラウンドの終わりにね、はい、右が、いや左が、はい、左フックがあそこで当たって、はい、でゴング鳴ってからガクンと落ちたんでね、はい、あの時のパンチがやっぱり一番手応え
ありました。第4ラウンドテンプルだと思います。なるほど。ビアレフックが、はい、そして第5ラウンドなんかも出てこないんじゃないかというほど嫌がってましたよね、リングへ出るのをね。そうですね。でも、やっぱりとどめを刺すというかね、出てきてほしかったし、またそんだけ気持ちがね、はい、行くぞという気持ちになってましたんで、はい、放送中にも何回か、お二人にお話を伺ったんですが、公開練習とかビデオで、まあ、見ましたよね、はい、それと実際リングで戦ってみて、あ、ちょっと違うなということを感じました。何かありました？それはやっぱり僕が、あんまりやっぱりちょっと突っ込んで打ってたんでね、はい、相手がそれをワンステップ半ステップぐらい下がってね、はい、それに合わせてくるという動きやったんで、はい、でもジャブがねたまにコツンと当たってたんでね、はい、また、はい、踏み込めるか、もひょっとしてもうちょっと陣行ったらいけないかというのが頭の中で考えたりしてたんですけども、はい、まあ、今スーパーでもね WBA 世界チャンピオンムグルマ拓也と出ましたがね、これ嬉しいですね本当にね、はい、さあちょっとここでお知らせをご覧いただいた後またお話を続けたいと思います。1ラウンドでパンチ当てた、ムグルマのパンチ。兄弟子と弟弟子のお話しばらく続けてください。聞いてます。どうぞどうぞ。僕1ラウンドは僕は取ったと思うけどな。これ5ラウンド。そうですね。はい。まあ、これは5ラウンドですが、このラウンドはもうムグルマさん、いつフィニッシュできるかということは頭の中にあったでしょ。それだけでしょ。はい、もう気持ちだけで。まあ、時々下がりながらやはり右のねアッパーとかフックを見せるんですが、これはもう全然パンチは左に当たっています。また自分のコーナーを背にやっぱりパンチ力ありましたか、この時点でも。はい、後から攻めたいですね。右を狙っているような感じだったんですけども、もう一つ僕の左が左のボディアッパーが見つからなかったんで。今のも当たってますね、右がね。このラウンドでフィニッシュするわけですが、もうこの辺りはもう右が効いている、左が効いている、そういう段階ではありませんで、しかし渡辺さん、こういう展開になりますと一発きれいなパンチで決めてやろうというようなね、出るもんでしょ、ボクサーには。そうですね。ですけどもこのペースをね、変えてほしくないですからね。あ、なるほど。休めないパンチをね、あまりこう一発を決めようと思ったらね、単発になってまいります。あ、そうですか。はい、ほんで狙ってまいりますとね、はい、とにかくちょっとテンポがずれてまいりますからね、はい、僕このままのピッチで良かったと思います。そうですか。はい、僕とよくスパーリングしててね、このパターンによくやられました。そうですか。そうですね、渡辺選手のスパーリングパートナーとして、ここまで成長してまいりましたムグルマ選手、その兄弟子前世界チャンピオンの渡辺さんと今新チャンピオンのムグルマさんが並んでじっとフィニッシュの第5ラウンドビデオテープを見ております。本当に印象的なシーンであります。ある程度はムグルマ濃厚の前に足が完全に止まりました。ショットはこの重機が一緒です。ちょっと打ち疲れましたか、モフマさん。もう手出すか、それしか考えてなかった。あ、まあ、1回目のダウンで立てないかなと思ったんですが、じっと自分のコーナーの方を見て、スパダマネージャーあたりがいけいけというファイトを促してようやく立ち上がったというモランなんですが、しかもねこれが得意の左フックですよね。なるほどね。これで2回目で、結局この後立てませんで、正式のノックアウトタイムはこの第5ラウンドの2分50秒であります。それではこの後またお知らせをご覧いただいて話を続けたいと思います。さあ、それから、勝者のムグルマさんはこの放送席にいるんですが、敗れた、現在世界第2位のアサエル・モラン選手ですが、ちょっと控え室の方がどうなっておりますか、ちょっと呼んでみたいと思いますが、ババアナウンサー。はいはい、はいはい。こちらモランの控え室なんですが、ずっとま帰ってきましてね、しばらくタオルとガウンを頭からすっぽりかぶってうなだれていたんですが、まあ、汗とそれから確かに涙が認められましたね。先ほどボスボスと口を開きかけているんですが、はい、その中でムグルマ選手のパンチ、特に右のパンチの強いのが印象的だったと。ははこれはモラン選手 自身の言葉です。はい、それからルイス・スパターマネージャーなんですが、まあ、モランとしては準備は万全でコンディションは良かった、とにかくムグルマが強かった、
3ラウンドまではいいパンチをこちらも打ったんだが、ムグルマは攻撃の手を緩めなかった。非常に強いチャンピオンだと思う。とにかくもう正直にムグルマの強さを認める。これがルイススパタマネージャーのコメントです。あ、はい、あの今ドクターのチェックを受けたんですが異常はないというふうな感じですね、はい、これからシャワーを浴びに行く様子なんですが、はい、あの一言だけ聞いてみましょうか。はい、ちょっとお願いします。はい、¿Cuál era su impresión de la pelea? ¿Mi impresión de la pelea? Sí. Bueno, sabía que iba a ser una pelea bastante dura. Ajá. Y que iban a dar un buen programa a ambos boxeadores. Ajá. Eso era mi... Ajá. 非常に苦しい試合になるということは思っておりました。で、両ボクサーにとっても本当に大変苦しかったと思います。まあこういった普段から口数少ないんですが、特に今、まあ、あの敗者の表情を見せているんですが、こういった状態なんですが、はい、それではこの後またお知らせをご覧いただいて、ムグルマ選手の話を伺いたいと思います。お知らせです。放送席の新チャンピオンです、ムグルマ拓也選手です。ムグルマさん、はい、今のあの敗者の姿どうですか。ボクシングはもう勝つか負けるかですから ね絶対勝たないといけないと思います。本当に、ババアレポーターの話では目に涙さえ浮かべていたという、このパノマからやってまいりました世界第2位のアサエル・モラン、ムグルマ選手猛攻のシーンをビデオテープでご覧いただきながら話を続けたいと思いますが、まずムグルマさんね、はい、今日の試合のリングの話をする前に相手があのベネズエラのピナンゴというチャンピオンだということでね、ずっと練習を続けてきて、はい、相手が引退してしまった、これを聞いた時の正直な気持ちどうだったですか。はい、びっくりしました。もうピナンゴにね、はい、もう的を絞ってずっと練習してきましたからね、はい、それがガクンと違うようになる、どんな相手かなというのがまず一番に思いました。ね、こういう時の渡辺さん、ボクサーの心境ってどうなんですかね。目標が急にいなくなってしまった。あ、僕は知ってたんですけどね。あ、そうなんですか。1週間前ね、それはやはり、もう本当に 99% 難しい試合だったらしいです。あ、まあ、あの知ってられるように、はい、あの会長の努力とテレビの力で、はい、あのこれができたと思うんですけど、その中であのムグルマのね、試合あの練習を見てて1日でも早くそれを言ってあげたいという気持ちもあるんですけどね、はい、せやけどもうあの時に言える状態でもないし、やはりムグルマの立場になったらもう僕もそう悩みました。あ、そうですか、はい、せやけどムグルマはもう黙々とね、練習して、言わなかったので良かったと思います。そうですか、はい、一番苦しい時でしたからね。そうでしょうね、はい、まあ、減量でもあのピークに来ててかなりこう苛立ちのあるその時期相手が変わったということを告げられて、これは矢尾田さんも第三者でも十分その苦労のほどが忍ばれますよね。そうですね。さて、ここでまたお知らせをご覧いただきます。その後話を続けます。さて、そしてムグルマさん、はい、相手が、まあ、今日戦った、アサエル・モランということに決まった時点でですね、はい、気持ちの切り替えはどういうふうにしました。もう僕が聞かされて、あの会長から、ね、教えていただいた時にはもうね、あの調整の時期にちょうど入ってた時期でね、もうあのこれから相手に対してどういう練習する、こういうふうに防いだね、こういうふうに攻撃するいう段階がね、もう過ぎてたんでね、ちょうどもうあとはもう疲れを取る段階だけやったんでね、それだけまだ焦らなくてね、はい、もう気持ちをどっと落ち着けてね、あのもうこの3月29日の試合にねベストの状態で上がるだけを考えてね、もうやりました。もうちょっと時期が早ければね、相手が どう打ってくるんでこういう練習せなあかん言うてね、もっとあの悩んでたかもわからないですけども、はい、もうあの気持ちを落ち着けてね、もう3月29日にベストでね、もう最高のコンディションで上がることだけ心がけてやりました。これは渡辺さん、ある意味では正解かもわかりませんね。もう今更何をやっても仕方がないという時期だから、もう少しこれが1ヶ月前あたりに相手が変わるとまたいろいろ考えることも多くなってきて、かえって混乱したかも分かりませんよね。はい、そうですね。もう本当にもうあとはもう自分を信用するしかないですしね。はい。はい、そして、まあ、ビデオテープで初めてモラン選手を見た時のムグルマさん、印象はどういう選手だとまず頭に入ってきました。やっぱりあの右フックですか、はい、がやっぱり強い、この決めパンチやなというのを思いましたね。はい、
でまたあの我々逃げる後ろに下がる足もね、我々ポイント取ってから下がる足もあったんで、ね、はい、それが嫌やなとは思ったんですけども、はい、ですからやっぱり前半から攻めていった方がいいんじゃないかなというのも頭にあったんですけども、はい、そして、まあ、後ろにもあの大久保トレーナーが来てるんですが、大久保トレーナーとムグルマさんで立てた、まあ、今日の作戦ですがね、基本的にはどういうことだったんでしょう、対モラン作戦。あの焦らずに、ね、はあ、じわ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 あの自分の距離に入るまで無理打ちするなって言われてたんですけども、はい、もう気持ちの方がもう打ち、ちょっとね、僕の方がなんか打ちに行ってしまうような感じで、よくパンチもらったみたいです、はあ、それはもう会長もトレーナーも含めてね、みんなで話し合って、あのじわじわ慌てることないと、15回戦なんで慌てることない、じわじわ攻めていけという作戦やったんですけど、もう気持ちの方が行ってしまって、まあ、大久保トレーナーの目にも涙が滲んでおりますが、そしてあご覧ください、 WBA 世界バンタム級チャンピオン、あのエデル・ジョフレが、サンドバルが、さらにはね、ピランゴはもう引退してしまいましたが、その前のチャンピオンが、カニザレスです。そうそうたる名前の中にね、ムグルマさんの名前がこれから記されるわけですがね、この感慨、感想はどうですか。どのように言うていいかわからないぐらい、もう夢でしたから、はい、さて、この後もう考えてます。今日は考えないこと、今日はね、でもまた明日のためにね、はい、考えていきたいと思います、はい、まあ、とりあえず45日以内に現在 WBA の1位にいる、韓国の選手なんですが、パク・チャンヨンの挑戦を受けなければなりません。戦績が28戦23勝5 KO 3敗2分けという選手で、まあ、マネージャーの金さんも今日ムグルマ選手の試合をじっくり見ておりました。果たしてどういう印象で韓国に、帰っていきますか。さて、残り時間が30秒ということになったんですが、一言矢本さん、今後のムグルマ選手に、やはりあの打ち気に流行ってね、はい、暗号を上げないことね、はい、これが一番だと思いますけどね、はい、渡辺さんはどうですか、一言。一戦一戦強くなると思います、はいはい、頑張ってほしいです、はい、やればやるほど強くなる、はい、大変、心強いお二人の言葉がありまして、ムグルマ選手、正式には5ラウンド2分50秒で WBA 新しいバンタム級のチャンピオンになりました。この後